チャンピオンの座につけるのは果たしてどちらなのでありましょうか。ポケモンチェンジです。ここでウィンディの登場だ。こちらもポケモンをチェンジ。ここでブラッキーの登場だ。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ポケモンを次々と使い分けます。ここでサワーズの登場だ。おっと吠えた。あっと逃げ出しました。次のポケモンが戦闘に引きずり出されました。戦闘から離脱したポケモンの代わりにこれはどのようなバトルを見せてくれるのか。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。またまたポケモンをチェンジ。鳴き声のためにポケモン登場。こちらもポケモンをチェンジ。ここでヘラクロスの登場だ。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。スタンドを抜く観客から熱気が伝わってきます。ここポケモンスタジアム。強い攻撃当たった。まずまずのダメージ。ここで防御力はアップです。さあ、激しいバトルです。おっと、相手の技を覚えました。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。両者向き合って、ここで一発。よし、当たった。やっと力尽きたか。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ポケモンが再びバトルに登場します。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンをチェンジだ。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。張り切っています。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでポケモンをチェンジです。ボールが開いてポケモンが姿を現します。さあ、これは小さなダメージ。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで回避率はアップです。
熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっと大ヒットアップしました。あっこれ、あっとこれも当たらない。さあ激しいバトルです。 この場面でヒット、いい感じです。この攻撃、あっと逃げ出しました。ここで代わりのポケモンが登場します。戦闘から離脱したポケモンの代わりに、これはどのようなバトルを見せてくれるのか。さあ熱いバトルが展開されております。 いきなりのポケモンチェンジです。鳴き声とともにポケモン登場。これはどうだ。歩く一発。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。 現在のところ残るポケモンは2対2、両者激しく火花を散らしております。ポケモンの鳴き声がこだわしております。ここポケモンスタジアム、この激闘を制するのは一体どちらなのでありましょうか。鋭い攻撃、おっと当たりません。もっとここは動けません。 両者とも激しくバトルの火花を散らしております。激しい攻撃、決まった。これは効果的か。あっとダウン。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ポケモンが再びバトルに登場します。これで最後のポケモンになってしまった。 さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、毒々攻撃だ。これは効果なしです。これで特殊攻撃に強くなります。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。 あまり効いていない。おっと張り切っています。さあ、熱戦が続いております。この攻撃、あまり効き目がありません。さあ、これはよし。おっと攻撃力がアップしました。 両者とも大健闘です。これはどうだ。おっと攻撃が外れた。あ、ここで当たった。まずまずのダメージ。さあ激しいバトルです。おっと次の攻撃をこらえるつもりだ。 ここでメタルクロー。あっと、なんとかこらえました。ここで光の壁の効果が切れたようです。白熱したバトルが続いております。あっと、引き返せ。
当たり。これで最後のポケモンもダウンとなりました。おめでとう。